犬の要造雑談習政権、中国の習政権3期目、台湾や尖閣への攻撃がの可能性が高い。北朝鮮も中国に追随する可能性が高い。バイデンも台湾を守るの決意を表明した。日本もややピッチを上げて防衛力、自衛隊の強化に努めているが、ペースが遅すぎる。日本の防衛はもっと急ぐ。急激に防衛力を強化しなければ日本は亡国の憂めに中国やロシアや北朝鮮の最近の動きを見て、まだ憲法反対や自衛隊強化に異を唱える連中は日本の将来をどう考えているのかと疑わざるを得ない。好むと好まざるにかかわらず、日本には軍備が必要な時が、時代が急激に来る。すでに第三次世界大戦の起きている。ウクライナでは具体的に起きている。世界の良識がこれを解決できるかどうか。人間の良識というのはこういう時になると信用できない。